漆黒の魔導師ジャボーとの戦いは終わった。ジャボーは世界を守ろうとしていた。それが本当の願いだったんだ。その願いは叶った。終わったんだよ、ナシウス。そうだよね、母さん。姉ちゃん姉ちゃん、ほらあれ見て、あのでっかい家。大きなお城ね。おお、あれもすごいや。水がいっぱい出てる。ちょっと待って。親父、こっちの準備はバッチリだよ。もしかしてまだ終わってないの？甘いわ。わしだっていつでも打ち上げられるぞ。それでこそ親父だね。さすが町一番の花火職人だ。ああ、ここがわしらの腕の見せ所じゃ。ドカンと行くぞ、ダムラ。王様、王様、式典の準備を。分かっておる。身だしなみには時間がかかるのだ。もう少し待てんのか。王様、もう時間がありません。おっと、耳掃除も忘れてはいかん。おいお前、分かる、あの耳かきじゃ。耳かき。王様。チューベル様、急いで急いで。険しいぞマグール、奴とは先日一戦交えたばっかりだ。今日ばっかりは寝こうとも急戦ですよ。すっかり祭りの風景やな。実家思い出すわ。多分さ、こんな平和が見たかったんだよね、ジャボーって。ジャボーの本当の願いか。あいつもどっかで見とるはずやで、アリシア様。お前のおかんと一緒にな。うん、そうだよね。そういえばさ、カウラ様やラースはまだ来てないのかな。あいつらだって忙しいんだ。ま、時間はまだある。せや、せっかくのフェスティバルや、楽しんでいこうか、オリバー。うん、